インプリ5人にありがとうトレンド1位世界トレンドも5位に22日限りで3人脱退。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。22日限りで3人が脱退するアイドルグループ。 QNG&PINS 通称キンプリに感謝を伝えるハッシュタグが同日ツイッターでトレンド1位になった。前夜からファンは5人の写真を添えるなどしてこれまでの活動を振り返り人用の変化を惜しんだ。 これからもそれぞれを応援し続けますたくさんの幸せと笑顔を、ありがとう私にとってかけがえのない存在ですなどの感謝とエールがツイッターには相次いで投稿され日本のトレンドではキンプリ5人に、ありがとうが長く1位になった。世界のトレンドでも5位となる瞬間があった。 キンプリは、平野史二26、岸優太二27、神宮寺優太二25が同日でグループを脱退し、23日以降は長瀬二24と高橋海斗24の二人で活動する。20日には冠番組のスペシャルや生出演があり、5人での生パフォーマンスをファンに届けた。長尾スポーツ、本当にお疲れ様でした。 息子も金プリのベストアルバムを聞いて、金プリはやっぱりアイドルじゃないんだよ。取り季節していました何か特別なものを子供なりに感じ取ったのかもしれません。スマホでたまたま上がっていた動画を息子と見ましたが、レン君のコメントを聞いて、子供は爆笑。今日で脱退なんて未だに信じられないけど、たくさんの感動をありがとう。私もつぶやきました。 いろいろな言葉があるけどみんなキンプリからたくさんの感動をもらっちゃったからね。ありがとうが出ちゃうんだね。もっともっとずっとこんな感じでやりとりできたらよかったとは思うけど、でもまだまだ5人を応援し続けてるから、ありがとうでは終わらない。恋フルのサビダンスが脳内で回り続けてまだ止まらない。助けてほしい。ツイッターって日本人ばかりなのかな 簡単にトレンド世界一になっちゃうよね。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。